クラスを担当します樋口です。ガモです。時には厳しく、時には優しく、しっかり皆さんに伝わるようにお伝えしていきたいなというふうに思います。今日一日楽しんでいきましょう。筑波線が初めてサーキットを走られる方もいると聞いてるんですけど、ブレーキを強く踏まないとしっかり、てか強く踏んでもう全然大丈夫なので、ブレーキペダルをもう思いっきり蹴り飛ばすように。せっかく前にかけてあげたのに荷重が抜けてきちゃうっていうことなので、曲がりにくい状況にしてしまってるんですね。自分でサーキットだと皆さんが思ってるイメージよりも近い位置で乗っていただきたいです。ペダルをグッと踏み込んでいただいたときにしっかりこう曲がっていることを確認してください。遠いところ持ったら肩離れますよね。せっかくホールドできるシートがついてるのにホールドされなくなるんですよね。でコーナーリング中に肩が外れてしまうと絶対外側にブレちゃうんです。ハンドルが遠くない範囲でちょっと寝せる姿勢にしていただくと目線も上がるので、サーキットとしてはあの見通しが良くなるかな。やはりサーキット走行は結構どこ走っていいか分かんない方が多いので、まずあの僕たちが先導走行をして正しいライン取りをある程度皆さんが覚えていただけると、この後フリー走行に行っても安全に多分走れると思うので、まずあの先ほどとかライン取りから、まあ、皆さんフリー走行されてるんですけど、まあ、この場でちょっと上から、まあ、僕たちが見ながら、あのお一人お一人にしっかりとこの方はこうだ、この方はこうだっていう風に一応あのチェックシートで紙に書いて、でこの後あの講習の方をやろうかなと思ってます。はい、何週間に1回か2回ぐらいちょっとやっぱ立ち上がりで車の向きが変わってないのにアクセルもオンしてって、ちょっとアンダーステアが出てる傾向があるので、この2つをあの取ることを意識して、もう大きいコーナーだと思ってハンドルを真っ直ぐな状態でブレーキをしていただくっていう、目線を外側にしてあげると外側をきれいにこう回れるようになると思うので、コーナーとか結構いろんなサーキット僕も走ってますけど、日本ってトップ3に入るより難しいんですよ、このコーナーで。車って 100% 使ってる時って他のことってできないんですね。ブレーキ70でハンドル60切っていくと間違いなくもう130になっちゃってて、オーバースピードで取り出すとかっていうことがあるんで、多分重要なのはブレーキです。やはりブレーキのコントロールでそれにハンドルが何パーセントついていくのかっていうところを意識していただけるように、逆にハンドル切らない方が曲がったりすることもあるんです。コーナー入る前のブレーキとアクセルはできれば、はい、ハーフと全開のタイミングをできれば口で、はい、分かりました。言ってほしいのと、頑張ります。あと1コーナーちょっとこの車で3速で曲がるのがちょっと怖いので、はい、それもちょっとアドバイス。なるほど。で、この辺はハーフ、アクセルハーフ。で、ちゃんと立ち上がり見えたらアクセル全開です。僕はここでシフトダウンして、あとアクセル一定で合わせる。で、立ち上がり見えたら全開。立ち上がりが進入してるときは立ち上がりどれぐらいかっていうのはイメージしてますけど、どんどんハンドル切ってクリッピングポイントぐらいまで行くと、はい、間違いなくその道筋みたいなのがある程度見えてくると思うんで、はい、あ、今大丈夫だって思ったら全開にするっていうイメージ、はい、間違いなく皆さんレベル上がってます。特にヘアピンはすごく良かったです。ブレーキで荷重かかってしっかりハンドルも切れてましたし、車の空気もすごい変わってたので、そうですね、はいはい、多分そのフロントがガタガタいってるんだったら、そのハンドルちょっと切ってあげてタイヤの表面を削ってあげるような感じでやってあげると取れるんですけど、アクセルオンがイメージちょっと速いかなっていうところで、どうしてもクリッピングポイントから先でギアが出てくる瞬間が結構どのコーナーでも見られるので、もう一点ポイントでちょっと待っていただくと、もしかしたらもっとスムーズにタイムが上がっていくかなっていうところはあります。この新入のブレーキがどうしてもいつも迷ってます。なんか僕が見てる限りではここのブレーキが結構強いんですよ。車が止まっちゃう、で速度が落ちすぎたからブレーキをまたこう戻して、でそれを戻したことによってここでフロント荷重が抜けちゃってるんで、結果的にちょっとアンダーサイド曲がんないみたいな、優しくて長いブレーキをこうダラダラダラーってかけてあげると、車乗らせてもらってちょっとまあギアが薄いような感覚もあるんで、もしかしたらそこで切り出せないのかもしれないんですけど、例えばそこをもうちょっとタイヤのグリップ上げるとか何かを変えて、そこでもう一つ切り出せれば全然また違った世界で走れると思うので、あの最初の走行からやっぱりすごいタイムを上げてくれて、でなおかつ皆さんが笑顔で帰ってくれたのがすごい良かったなと思います。普通のフリー走行でただ走ってるだけだとわからない人多いけど、こうやってしっかりあのワンツーマンで教えながらやれることでかなりレベルアップしたんじゃないですか。そうですね、まあ、これがポテンザサーキットミーティングのいいところですね、良さだと思います、はい、次回のポテンザサーキットミーティング
10月1日に鈴川サーキット南コースで開催されます。本当に楽しいイベントたくさんあるので、参加された方は楽しんで帰っていただけると思います。それでは皆さん、お待ちしてます。